音の鳴らし方を覚えましょう。音を鳴らすには、音パレットから、このブロックをつなぎます。このブロックは、ドレミの音をロボットから鳴らします。まずは、ドの音を1秒間鳴らします。ド。1を選びます。鍵盤が出てくるので、音を簡単に選べます。では、同じように、レ、ド、ミを1秒ずつ鳴らしましょう。こんな風に音の高さと鳴らす長さを決めるだけで音を鳴らせます。では出発のメロディーを作ってみましょう。はじめはその音を 0.3 秒鳴らします。楽譜に書いてある音の高さの数字を入れてもいいし、鍵盤でその音を選んでも OK です。二つ目の音も同じです。三つ目は高いミの音です。高い音や低い音を選ぶには、矢印を押します。ここで、2を選びます。もちろん、ここに数字を76と入れても OK です。残りの音を加えて完成させましょう。これで出発のメロディーができました。